問題です。ひまひまとこの箱どっちが大きいと思いますか？正解は絶対ひまです。そんなのわかるわ。一斉のおさっこりちゃんひまひまです。今回はですね、皆さんなんと今日はゾゾタウン大量購入品紹介ってことで、なんとゾゾタウンで私は初めてお洋服を買いました。でなんと今回のお値段が75,000円という、あの大量だ大量な購入品なんですけど、ただね一個一個の値段がちょっと高いっていうのもあって75,000円です。では早速やっていきましょう。レッツゴー。ねパパ、ひまがずっと欲しかったダウンも入ってるからっていうのもあるんだよね。それが大きいよね。そう、あとは全部まあ実費って感じでいいですかね。いや半分出してるんですけど。いいのそう、ダウン以外は半分お小遣いで出したんですけど、ありがとうございます、本当にありがとうございますって感じで、今年の冬もこれで乗り切れそうなんですけど、今回はZOZOダウンで買ったお洋服をたくさん紹介していきますということで、早速一個ずつ出していきたいんですけど、え、どれから行く？ ZOZO タウンっていろんなブランドさんがいっぱい入ってるから、そのいろんなブランドさんで買ったんですよ。今年の冬はね、フレンチガーリーな女子になりたいと思って、そのフレンチガーリーとはっていうとこんな感じなんですけど、こんな感じって言ってもあれかな、なんだろう、だからちょっとそれっぽいのを今回いっぱいカゴに入れて、ということで一個ずつ出していきます。まずはババーン、これめっちゃ可愛いお洋服なんだよ。これはロウエメっていうお店、トップスですね。4080円です。え、かわいい、もう材質がかわいい、あ、かわいい、かわいい、なんじゃこれは。え、めっちゃかわいくない？ここにスリットはこんな感じ入ってて、リボンが3つペババンってくっついてる感じのニットなんですけど、ほんと何でも合わせられるじゃん、こんな可愛いお洋服さ。まあ、中に白のちょっとインナーを着たりとかして着たいと思います。え、めっちゃ可愛いやん、一発目から。次、じゃーん、こちらはねアピレスジョアっていうとこのお洋服で、お値段が3995円です。これキラキラしてんの？それは知らなかった。え、かわいい、うわ、初めて言った。このリボンはめちゃくちゃ大きめのリボンだからね、そう、包帯とか言わないでよ絶対に、きしめんとかさ絶対言わないでね。じゃん、こういう感じのトップスです。めっちゃ可愛い、しかもこれ生地がキラキラしてるんですよね、わかりますか？私買った時は知らなかった、こんなキラキラしてるので、なんかこの下がこう白になっててハローみたいな感じで、ニットって感じ。これ買ってよかったですね。続いていきたいと思います。次が、あのみんなが大好きなさ、チコっていうブランドあるじゃないですか。チコで初めてお洋服を買いました。じゃん、あ、可愛いじゃんチコすごいシンプルなデザインなんですけど、ん、偽かなみたいな思ったら違かった、合ってた、こういうデザインです。なんか C がすごい曲がってるじゃん。こういうねニットのトップスですね、本当に可愛いで、後ろがねチャックになってるんですよ。なぜか何用のチャックだって感じですけど、ちゃんとなんかチャックになってます。で、このね、丈がすごい短めなので、ちょっとハイウエストのスカートとかと合わせるとめっちゃ可愛いなって思います。これのね、お値段が6600円ですね。私ずっと渋谷の109でチコを見てて、もうずっと欲しかったの。ただ109行くときって大体親がいないから友達と行くじゃん。で、7000円のお洋服ってさ、買えないじゃん、なんかちょっとさ、その放課後とかに。ウィボーとかで2000円とかならまだわかるんだけど、7000円だからさ、って思ってて、まあ、ZOZO タウンで決心をして私はチコのお洋服を初めて買いました。シンプルでこういうのも欲しいなって思ってたので、嬉しいです。次、じゃじゃーん、こちら。これは一番初めに紹介したリボンの大きいのが3つあるトップスと一緒のお店です。じゃーん、チェックのスカート。チェックのロングスカートです。これはまあ何でも合わせられると思って。あ、サイズ感ちょうどいいやん。これひまのために作られたんじゃない？そういうこと？ってぐらい、めっちゃサイズがぴったり。フリーサイズで150センチの私とぴったりな子ってありますか？え、これにさ、ブーツとか合わせたらもう私この日、モテまくりじゃない？まあさすがにボトムスも買っておかないとなと思ってボトムスも選びました。これが3800円です。次が、じゃじゃん、ひまひま今年の冬ニットのリボン多すぎだろ。今回はまあフレンチガーリーになりたいので、そのリボンをいっぱい買いました。これはアピレスジョア、じゃーん、かわいい、え、
可愛すぎて頭抱えるレベル。このチェック黒白でガーリー、最高のこの組み合わせ。なんか王道だけどあんまり見たことがないお洋服で本当に可愛いし、見るだけでにやけちゃうってなります。これ ZOZO タウン限定アイテムなんだって。色は白に黒のリボンもあったんだけど、黒に白のリボンにしました。めっちゃ可愛い。これお値段が4595円ですね。今回黒白多い。次、じゃん、チコです。冬だからニットをね、積極的に着ていきたいなってことでニットにしました。じゃん、あ、可愛いやん。こういう感じのお洋服です。レースがフィラフィラフィラってなってんの。可愛い。いいね。ちょっと黒にこれ紫っぽいのかなのレースがあります。これね、あの前にそれこそ109で見た時に一目惚れして、もうこれ絶対今買うって思ってこれを買いました。これお値段が7260円ですね。こういう感じ。しかもこれ後ろまでちゃんと袖がヒラヒラしてるので、すごいまんべんなく、いい意味でエコされてない感じでめっちゃ好きです。次、じゃーん、なんとこちらアウターなのかな。じゃん、かわいい。クラシカル、え、コート、ジャケットコート、4998円です。かわいいぞ、これはかわいいぞ。じゃん、こういう感じなんですけど、結構大きいのかな。え、待って、結構大きい説あるぞこれ。いや、まあいいんだけど、大きくても着ますよ全然。てか大きめが良くて、これね、生地がめちゃくちゃしっかりしてますね。あ、いいや、いいじゃん。いいじゃん。これ私いいわ。大きめで結構コートって感じがするから、この冬絶対大活躍する。私なんか M にしてんだけど、 S じゃなくて。これね、152センチでも154センチでもみんな M を着てたんですね、あの ZOZO タウンのコーディネートをしてる写真の方たちが。だからじゃあ私も M にしようと思って M にしたんだけど、全然 M でもいけますね。めっちゃ可愛いんだけど、一生着ていきたいと思います。次、じゃじゃーん、なんか思ったよりギャルい、これちょっと待って、ね、最悪なんだけど、私が買った時なんかこれ4090円だったんだけど、今タイムセールで3990円になってる。じゃん、こういうズボンです。あれ、なんかいがっちゃい、すっごいキラキラしてるんですよ。これわかりますかね、もうキラキラじゃないですか。ここもね、ダイヤモンドヘッドみたいな。え、ダイヤモンドヘッド、すっキラキラしてて可愛いんですけど、ただこれいいんだけどさ、良くないんだけどさ、穴開いてますよね、これ1個。これね、ビニールの中に落ちてたんですよ、1個。ほら。取れやすいのかな、このキラキラ。1個は別に見つかったからいいんですけど、1個ないやん。いいんだけど、取れないでほしいですね、さすがにこれは。届いた時点から。まあ、いっか。結構短いかな。結構短いギャルになりそうだけど。で、最後、超目玉。じゃじゃーん、ダウンでーす。もう、嬉しすぎるよ。ずっとダウン欲しくて、もう去年からずっとダウン探してたんだけど、あんまりいいのが見当たらなくて、パパがいいの買った方がいいよってことでダウンを買ってくれました。まあダウンはね、何のコーデにも合うし、ぶっちぎりいつでも着るじゃないですか。じゃーん、かわいい。え、大きさもめっちゃちょうどいい。 S サイズなんだけど、ちっちゃいかなとか思ったけどちょうどいい。これがね、高いんですよ、めっちゃ35,450円。トミーのやつです。え、まずデザイン的にはここにマークがあるんですよ。可愛くない？これめっちゃ。しかもさ、サイズマジでちょうどいいかも。え、めっちゃいいよ。じゃーん、こういう感じです。あ、めっちゃいい。今年のもうダウンって感じ。あー、あったかさはちょっとこれからだよね。外に出てみないとわかんないけど、結構あのぬくもりって感じで、すっごいいいですね。可愛い。てかマジこのね、ロゴが可愛いわ。で、この帽子も取り外したりつけたりできるタイプなので、めちゃくちゃ嬉しいです。今年の冬もこれで楽しめそうだと思います。というわけでこれで以上です。今回はひまひまが ZOZO タウンで大量にお洋服を購入したよってことで動画を撮りましたけど、またみんなあのフレンチガーリーひまひまも楽しみにしててくださいね。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。今日これ着ていこうかな。あー、でももったいないな。どうしよう、いつから着ようかな。あ、いい。あ、こんにちは。こんにちは。ね、待って待って。